釘を打ち込め、しっかり打ち込め。役立つものばかりです。いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。鷹にはすまないことをした。クロードのこと、あの子もヤリカワも信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。車輪をよく見て。よく働いておるな。誰も怠けてないか、足がしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。アザモウラの時にも使えたらよかったな。足の荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。タカのことをユナから聞きました。足なんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。なら足も精を出さなきゃね。百姓たちを苦しめてはおりませんか。さすが槍川、この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。あなたには及ぶまい。当然だろう。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。こうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ。答えねばなりませんね。私も励まねば。坂井殿。坂井様。ノリオ、新参の稽古中か。稽古ではなく、心の整え方を教えていました。武士も槍川の戦士も戦の前に心を静めた方がいいかと思いまして。そうすれば世の無常も
死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。酒井、戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。いずれも武勇に優れた精鋭だが、弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは？申し分ない。腕はないが、肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。猛虎どもを船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。ふっ、うん、酒井殿。小賀殿、叔父上の所在は？丘の上でお待ちだ。道中小賀家の者でお守りして進ぜよ。痛み入ります。ハーンを待たせる気はありません。さようか。来い、ノブ。お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですが、クロウ。武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た今こそ、そうしたまやかしが捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、老子殿がお着きです。陣、上におる。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか？捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みも、そなたが耐えた苦しみも、ハーンに償わせてくれよ。陣、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁には、そなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、測りやすく組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、故に手強く恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。ハーンを討ち取りましょう、共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、
猛虎どもを島から打ち払う。志村殿に続け。進め。皆殺しだ。Oh, my God.
引くな！囲まれてしまうぞ！なだけにしろ！しておる。道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。あの矢倉、このままでは進めない。堺、お前が策を練れ、あの兵器を壊すのは武士らしく。わしはここにとどまり、矢面に立つ。私も行くよ。離れるな。おのおのとどまれ。行け、堺、槍を奪え。よっしゃ、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 どう？
私も行くよ。離れるな。この者のとどまれ。行け酒井、槍を奪え。シャッター、どうぞ。私も行くよ。離れるな。おのおのとどまれ。行け酒井、槍を奪え。Thank you.
私も行くよ。離れるな。おのおのとどまれ。行け酒井、ヒヤリを奪え。恐怖を味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば、死者は増える一方だ。この戦ができたのもあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。始まったばかりだ。侍だな。やりましたね。猛虎勢を押し倒るぞ。
橋へ進め。島を守れ。島を守るぞ。方向海を押し戻せ。一人も残すな。敵が引いておるわ。まずは橋を奪い、次にその先の支度へ進む。者ども、門をこじ開けろ。来い、酒井。上から矢を振らせるぞ。ユノ、助太刀を頼む。任せすぎだ。ジン、橋を見ろ。敵が引いておる。ハーンが敗走を許すなど、何か妙です。行かせた。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったのです。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。